皆さんこんにちは。小林塾家政塾所の小林です。平原です。はい、今日のテーマなんですけれども、教科書応用問題集を使って大学受験、大学入試どこまでいけるのか、真の難易度とはという話についてやってみたいと思います。はい、やっぱり教科書応用問題集と言われるとやっぱり数学皆さん思いつくと思うん で、今日はね、数学に絞って話をしてみたいと思います。で、今までですね、いろんないわゆる市販のですね、参考書問題集たくさん紹介をしてきましたけれども、やっぱり皆さんが実は一番こう触れる回数が多いというか、触れる可能性が高いものというのは学校で配られる教科書応用問題集だと思うんですね。そうですね。それこそ有名なもので言ったらサクシードとかフォーステップとか、うちのコメント欄にもたくさん来ますけれども、そういったものを今回一挙ですね、紹介をさせていただいて、じゃあぶっちゃけ受験で使えるのかどうか、最後にね、一気にまとめをお話ししたいと思いますので、ぜひチェックをしてみてください。で、今回の流れとしては各こう参考書のレベル帯というのがあるので、それごとにまとめて、実際平原くんがですね、問題を解いたりとか中身を見てチェックをしてきてもらいましたので、大体この問題集だったら大体このレベル帯、あわよくばこんぐらい目指せるかもみたいな、そんな感じのレベル帯を解いてきてもらったものを話してもらいます。はい、はい、で、その上で最後全部こう終わった後にまとめとして、こういうポイントあるよねってことを、僕の方からお話できればいいかなというふうに思います。はい、で、当たり前なんですけど、この教科書部の問題集だけで受かるということは、絶対無理なの で、 そうです、ね、これの他に例えば過去問をやったらどんぐらいかっていう話をしていますので、そこは勘違いしたようにお願いをいたします。はい、じゃあ、今回の話でまず扱う出版社と、それからちょっとここで公開されているレベルの話っていうのをしていきたいというふうに思ってます。今回取り上げるのは、教科書では主に三大巨頭とされているような数研出版さん、それから県林館さん、あと東京書籍さんのこの3社のことについて取り上げていこうというふうに思ってます。で、各出版社のホームページでその難易度の表っていうのが結構出てるので、もし参考にしたい方がいればそちらの方を見てみてください。で、特に今回取り上げた問題集以外使ってるという人はぜひ本当に見て、どれくらいなのかっていうのを見てみると面白いかと思います。はい、では最初のですね、問題集グループについてやってみましょう。はい、最初なんですけど、書籍出版さんが出ているクリアとスタンダード、それから、ケンリンガンさんが出ているエスコート、あと、東京書籍さんが出ている、ライトという問題集についてなんですけども、公開されている難易度といたしましては、同出版社も基礎レベルとして扱っているところ多いです。教科書の初めから、共通テストの本当に基本問題ぐらいのイメージというのを、ボリュームゾーンにしていますね。で、この大学で、僕が確実にいけるかなと思ったのは、共通テストの、主に簡単な問題ですね。共通テストの中でも比較的簡単な問題。そうですね。はいはいはい、それとあと、大東亜帝国の、問題、それこそ、難しいのじゃなくて標準的な問題ぐらいだったら、分かるようになるかなという感じです。なるほど。で、目指せるレベル、これで完全に合格保証できるじゃないっていうのは、日東駒線の基本とか標準とかそれぐらいなんじゃないかなというふうに僕は見てます、ね。そうですね。はい、クリアとか、比較的僕がこの中でよく聞くのは、地域性もあるかもしれないけど、クリアとかスタンダードなんですけれども、やっぱり基礎的な問題集という印象が多いので、逆にもしこれが配られているのであれば、これぐらいはちょっとサクッとね、できてほしいという問題集でもありますね。そうですね。この中では、ケイリンカンさんが発表している中で、やっぱりその優しめの教科書、教科書の中でも難易度があるという話だったんですけど、ボリュームゾーンが、教科書内容がメインというイメージで、小末問題には、その共通テストの過去問であったりとか、実際入試問題の過去問がちょいちょい含まれてくるかなというような感じでした。はい、じゃあ次のグループ行ってみましょう。はい、次なんですけども、数研出版さんから出ているサクシード、それから、ケリンカーさんから出ているアドバンス、最後に、東京書籍さんから出ている、プライムという問題集について取り上げてみたいと思います。公開されている難易度なんですけど、まず基礎レベルから標準レベルにちょっと、さっきよりも足を突っ込んでいるといったイメージ、それからボリュームゾーンもやっぱりスタンダードなどで比べるとちょっと上ぐらいかなっていうような印象が強かったです。そうですね。はい、これで、確実にいけるなと思ったレベルに関しては、共通テスト の、 そのいわゆる難しい問題以外ですね、最後の方の取りにくくなるような問題以外だったら、いけるかなっていうのと、それから日東駒線の基本とか標準ぐらいかなというふうに思ってます。そうですね。日東駒線に、ギリギリ受かるとか、共通テストで8割とか取るとか、その辺に関しては、いけそうな感じですよね。そうですね。で、これを使って実際目指せるぐらいかなっていうのは、マーチの基本とか標準、本当に難しい問題出ることはあるので、それに関して言うと本当基本から標準ぐらいのレベルかなっていうのと、それからあとスターズ、国立でいうとスターズの医学部以外だったら対応できるようになるかなというふうに思います。なるほど。はい、で、内容に関して言うと、教科書の内容から、共通テストの難しい問題以外レベルに、それこそ消化させていくようなイメージですね。で、マーチはそのいわゆるスターズと言ったんですけども、最初に言った通り、その適切なバックアップの下でですね、何を聞かれているか、回答回答の内容が理解できるかなっていうぐらいだというふうに思ってください。初見スラスラになるのには全然これだけは足りないなというふうに思ってます。なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。はい、
次なんですけども、ここからだと結構聞いたことある人が出てくるかなというふうに思います、うん、通勤出版さんが出ている4ステップ、それから経林館さんが出ているマスグレード、あと、東京書籍さんが出ているハイプライムという問題書になりますね。これで、公開されている難易度は、教科書の標準から結構ちゃんとした入試問題まで含まれてくるかなという感じです、ハイプライムは、東京書籍さんが出している中では、まあ、一番難しい難易度というふうにされていました。通勤出版は、サクシードと4ステップでその公開されているレベルで言うとすごく差が開いているわけではないという書き方をしているんですけども、まあ、ちょっとこれについて後で僕も思ったことを話そうと思います。なるほど。まずこの問題集で確実にいけるレベルというのは、多分これだとマージ全般対応できるようになってくるような気がしますね、うんうん、それとも、あと、スターズの医学部以外の標準的な問題、国公立もだいぶ戦えるようになってくるんじゃないかなというふうには思ってきます。うん、で、目指せるレベルとしては、ここで出てくるんですけど、まあ、金岡千尋とか、あと、トッキーとかの、その優しい問題ですね。うん、全然、この辺になると高いレベルの問題が課されることは多々あるので、その中でも、優しい問題だったら、もう全然分かるようになってくるかなというふうに思ってます。で、内容に関してなんですけども、個人的にはですね、これらと昨シーズンの間にはちょっと結構な差があるような気がしないでもないです。なるほど。はい。それこそ、有名問題であったりとか、入試の重要な部分の網羅率がかなりアップしている印象でした。うん、で、掲載問題にはその9点の問題もしばしば見受けられて、特に整数に関して言うと、東大、京大のいわゆる簡単な問題ですね、だったら全然出てくることありえました。うん、で、確率に身につければ、さっき言った内容よりも上に行くことも全然可能だと思うんですけど、それをですね、自学自習でやるのはやっぱりなかなか難しいんじゃないかなというふうには思ってました。なるほどですね。はい。はい、じゃあ最後いきます。はい、最後これは一番難しいレベルだなというふうに考えているんですけども、通勤出版さんが出ているオリジナル、あと、経林館さんが出ているアドバンスプラスという問題集ですね、公開されている難易度としてはやはり各出版社が出している中では、最高難易度だというふうになって、ボリュームゾーンがもう少し入試寄りになって、基本問題が結構カットされているような感じになってますね、うん、で確率にいけるレベルとしてはさっき言った、スターズを加えた中堅ぐらいの国公立と、あとマーチのしっかりした問題にもだいぶ対応できるようになると思います、うん、目指せるレベルとしては、それさっき言った金岡千尋とトッキーも、まあ、標準問題ぐらいまだ意外といけるような気がしていて、それから旧帝大、それも東大、京大以外の旧帝大のしっかりした問題にも、結構足を踏み入れているような感じがします。うんうん、で、内容に関して言うと、掲載している問題が4ステップ、マスグレードよりもすごく差があるというのではないんですけども、うん、基礎や標準を削った分、そのいわゆる旧帝大レベルとかの、その難しさを醸す問題ってあるじゃないですか、はい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 、それにも、結構内容的に足を踏み入れてました ね、 なるほどね。でもさっき言った通り自学自習だけでは、中堅国公立の問題が分かるレベルで終わってしまうことが結構あるんですけども、何度も言うようにその適切なバックアップ、回答解説だけではない学校の先生が教えてくれただったりとかっていうのがすごくあるだけでもうすごく化けるんじゃないかなというふうに僕は思いました。なるほど。ただいきなりこの問題集提示する学校結構数学で高いレベル求めてること多いんじゃないかなと思うので、それについては少し覚悟してもいいんじゃないかなというふうに思ってますね、はい、それからちょっと、補足で数三についてなんですけども、数三に関して言うとそのスタンダードオリジナルっていう問題集が出てるんですよね、はいはいはい、共通テストには数三が出ないという例であったりとか、ね、うん、もしくは数三ってその極端に簡単極端に難しい問題っていうのをその作るのが結構難しいようになってると思うんですよ。そうですね、まあ、極端に難しいはともかく極端に簡単は難しいですね、はい、そうですね、はい、っていうのがあることから、まあ、教科書からちょっと毛が生えた標準的な問題と入試問題に結構力を入れるっていう意味ではやっぱスタンダードオリジナルっていうのは結構幅広くいろいろ対応しているような問題集になっているような気がしました。はい、ありがとうございます。というわけで一気にねたくさんの問題集見ていきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ実際ね掲載されている、まあ、問題っていうのはですね非常に多岐にわたっていて、まあ頑張って作っているなという印象を受けるんですけれども、はい、まあ、ただやっぱり皆さんにとって一番の問題というのはやっぱり回答解説なんですね。そうですね、はい、やっぱこれらの本って、まあ、多少濃度の違いはあれ回答解説がやっぱ丁寧とは申し訳ないけど言いづらいところがあります。そうですね、はい、まあ、今のサクシードのレベルとちょっと違うとは思うんですけど、うんうん、僕高校時代に確かサクシード配られてたんですね、はいはいはい、まあ、多分今と多分レベルちょっと違うと思うんですけどね、うん、なるほど。ただ正直よく分かんなかったです、回答解説読んでも僕そうですね、得意な子とか当然実力会とか行ってる子はもうバンバン やれてましたけど、はい、まあ、僕みたいに数学苦手な人間からするとなんでここでこういう偏見してんのみたいな、偏見したことは分かるけどなんでそうするのみたいなのが、そうです、その辺ちょっと不親切ですね。そうなんですよ、はい、で分かんなかったりするのでやっぱりそういう意味ではさっき言ってくれたように適切なバックアップがあるかどうかってことになってくるし、まあ、ただそんな学校の先生にね毎日質問できる人はいいんだけども、うんうん、そういう人って多くないので、そうなると結局個別指導とかって話になってきちゃうじゃないですか。そうですね、だったら最初から参考書やればよくねみたいなことになりがちなので、やっぱりそこはどうしてもデメリットが拭いきれないかなという印象があるかなと思います。はい、あとはまあその超ハイレベルですよね、まあ、東京一高ガリガリ受かっていくぜとか上位学部受かっていくぜだと、まあ、当然ちょっとこれらだと厳しいよね。そうですね、うん、なのでまあそういったところを目指す方は、まあ、別にやるなとは言わないけれども、もっと上のね普段うちでもね伝えているように、まあ、上級問題成功とかやさりとか、ね、いろいろありますから、はい、ああいったものをしっかりとやっていくことは最低限必要になってくるかなというふうに思います。はい、なので、まあ、教科書応用問題集の価値
を考えると僕はただ、まあ、あえて言うのであれば、まあ、サクシードとかフォーステップレベルですね、あのあたりにまあまあまあ価値があるといえばあるんであって、ただしかもかつ数学が得意な人ってことになりますよね。自分で読んで進めていける、だからそのそもそも点数が高いというか数学的素養があってあの回答解説で進んでいける人ってことになりますよね。なりますね、はい、かつちゃんと皆さんの学校が回答を配ってくれるという前提があります。あのたまにやっぱ多いのはさ、はい、あのうち4ステップなんですけど答えないんすよねみたいなの多いじゃない。あ、うちもそうでした。あれやっぱり、はい、いやもうさ、もう正直無理だよ。あの回答解説がない問題集でどうやって勉強しようって話なんで、そうですね、はい、だからそういうやっぱ学校だったら、だったらもう4ステップやるよりも、まあ、他のね参考書やった方がいいなというふうに思ってしまいますね、はいはい、あとは逆にクリアとか、まあ、あの比較的基礎レベルの応用問題集に関して言うと、あの狙いは分かるんですよ、はい、やっぱ基礎を固めたいっていう人もいらっしゃるんで、そういう方のためにっていうのは分かるんだけども、ただあの回答解説で逆にあのレベルの子たちって分からないんだよね。確かにそうですね。そうなんですよ。だからそれだったら例えばハジハジじゃないけど、ああいう本当に丁寧に一個一個説明してくれるか、ちゃんと学校の先生が教えてくれるかしないと、やっぱ逆に分からないので。そうですね。そうなんですよ。だからそれもまたね、存在が難しいなと思うし、あとはそのハイレベル向けのやつね、はい、あれはもうね、こういうところをやりたいんだったらもう模試案の問題集の方がいいんじゃねとか思ったりしますけどね。丁寧ですもんね、解説が一個。そう。はい、なのでまあそういう意味で言うと教科書応用問題集をまあ、やるなとは言わないんですけども、まあ、使い方に関しては各自工夫をしていく必要があるかなと思います、はいはい。まあ、というわけでね、今日は教科書応用問題集の数学について紹介をさせていただきました。まあ、皆さんね、あの普段学校でこう使っているものも多いと思うので、使えるところはうまくね、あの使って受験勉強を進めていただければなというふうに思います、はい。それでは今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日の教えコーナーです、はい。国公立理系志望です。共通テストで必須の古文がとにかく苦痛です、うん、というところでした。はい、まあその苦痛っていう何をもって苦痛かってよく分かんないんですけど、はい、あの古文が苦手なんですけどどうすればいいですかって言っても勉強するしかないですよね。そうですね、はい、もうそれ終わりなんだけどね、はい、あの誰だって得意な科目もあれば苦手な科目もあるわけですよ、はい。僕だってどちらかといえば数学苦手で最後まで点取れるかすごい不安だったし、はい、でその苦痛って何でかっていうと、その点が取れないから苦痛なんだよね。そうですね。例えばその科目が好きだろうが嫌いだろうがいい点取れてれば苦痛まではいかないはずなんだよ。そうですよね。なんか面白くねえなと思うかもしれないけど苦痛まではいかないはずなわけ。そうですね、うん、なので苦痛ということは多分点が取れないから苦痛なんだけど、はい、少なくとも古文という科目に関して言えば、はい、勉強時間と成績がある程度比例しますよね。まあ確かに、うん、数学とかと比べれば個人差が少ないあのものなので、はい、だからしっかりと勉強時間を重ねるしかないと思います、はい。ただちょっとこの方の質問されている方の学年がわからないので、はい、まあ、高1高2だったら全然間に合うと思いますけれども、はい、まあ、高3でね、今直前期で質問していただいているのであれば、まあ、苦痛だろうが何しようがね、あのどうしようもないですよね、はい。うん、だしね、共通テストの勉強における古文のポーションってたったの50点なので。そうですね、うん、だからまあこの方国立なんでね、まあ、900分の50でしょ、はい、ってことは 5% ぐらいですよ。確かに、うん、量で言ったら 5% 程度の配点のものに苦しんで助けてくださいって言われても、いやそこはどうにかしようよっていう個人的には思いますし、うん、だからもう本当に苦痛でやりたくないね、古文受験するぐらいだったら他の学校に行ってやるって思うんだったらそうすればいいと思うし、ちょっと厳しいけどその苦痛だから助けてくださいっていうのは、まあ、ちょっと個人的には違うのかなと思うし、うん、でやるべきことがあるならやればいいと思うし、今からでも古典文法ね、古文の単語とか覚えられるものは覚えられますからね、うん、ちょっと厳しい話にはなっちゃうけど、まあね、あのその全体から見てちゃんと自分がやるべきことをこなすってことを考えてほしいかなというふうに思います。はい、はい、なんかその苦しいって思うから苦しいのであって、確かに、はい、うん、だってあの例えばさ、数学100時間勉強したけど隣で勉強30時間しか勉強してない人が自分の成績抜いていくとか、そういう苦しみなら分かるんですけど、はい、僕も味わったことがあるので。あ、僕もあります、はい、うん、なので そうじゃなくて自分が単純にやってないから多分テスト取れてないと思うんでね、古文に関しては、はい、うん、あの現代文とか数学だったらまだ分かるんですけどね、はい、なのでそういう観点で言うと、まあ、もう少し努力が必要だし、努力しないって決めるんだったら他のところで点取るってことを考えながら勉強を進めていった方がいいかなと思います、はい、はい。では今日の話は以上です。